シリーズでお届けしています。九州神社巡り。今回は前回に引き続き、壱岐にある神秘の神社をご紹介します。この神社、壱岐のモンサンミッシェルと言われていて、潮が引いた時にだけ神社への道が現れるというとても神秘的な神社。多くの方がこの鳥居まで来て帰ってしまうのですが、このこんもりとした島の頂上にこそ強いパワースポットが存在しています。島の裏側から登る山頂に鎮座する聖地にもご案内いたします。小さい島の中に神社が1500もある神社密度日本一の壱岐。以前は月読神社特集で日本神道の発祥の地である壱岐の月読神社をご紹介いたしました。また前回は龍に関係する3つの神社をご紹介しました。どこもエネルギーあふれる魅力的な神社でした。そして今回ご紹介するのは小島神社。壱岐の内目湾にあるこの小さな島の頂上に鎮座されています。こちらが潮が満ちている時の状態です。鳥居の下が海に浸っていて、この風景もとても神秘的な光景で大好きなシーンです。海の力で毎日鳥居が清められ、日々生まれ変わって新しくなっている、そんなイメージを受け取りました。そして潮が引いていくと徐々に神社への参道が出現します。さらに干潮の時間帯になると海が割れたように浜が出現、月と太陽の引力によって神様に会うことができる参道が出現するのです。それではここからは海から出現した参道を渡り、皆様を聖なる島へご案内いたします。実は鳥居を撮影していると、いつの間にやら島の真上に龍雲さんがやってきてくれましたよ。とても素敵だったので、今来た道を戻って引いたサイズとかいろいろな角度から撮影に熱中してしまいました。
さて、この時はご覧の皆様にさらなるパワーを届けたいと感じ、次の日の早朝に児島神社と朝日という貴重なシーンを狙うことにしました。それでは最後はその美しい朝日の映像をお届けいたします。今回ご紹介する竜グッズはこちら。直径4センチほどの可愛い箱に入ったこちら、竜涎香という名前の練り香水なんです。ケースと中に書かれている金龍さんがとても素敵ですよね。重厚で甘みのある神秘的な香りがしますよ。そしてなんだか懐かしいような、昔おじいちゃん家で嗅いだような不思議な感覚になりましたよ。香りって昔の思い出を蘇らせるきっかけになったりしますよね。もし山手線でこの竜涎香の香りがして百竜巡りの本を読んでいて、ドラゴンカレーを持っている48歳くらいの人がいたら、それ多分私ですので、あなたどうかしちゃってますよって優しく叱ってあげてくださいませ。
これに懲りずに、次回もまた見てね。